はじめまして、ジェニファー・フロアと申します。今日、親の離婚は子供に影響があることについて話しています。子供の時、私たち家族は小さな家に住んでいました。私は7歳の気楽な子供で、兄はいつも一緒に遊んでくれて、母と父は楽しく結婚生活を送っていました。いい生活だと思います。でも、そのことを今改めて考えてみると、残念なことに事実ではなかったことに気づきます。7歳の私は本当はいろいろな前兆に気がついていました。どうして父と母はよく口論していたのでしょうか。どうして父は家に帰ってこなかった夜はどこに行ったのでしょうか。なぜ兄はだんだんと内向的な性格になったのでしょうか。子供というものは世間知らずかもしれませんが、このようなことははっきりと見えるものだと思います。私の考えは間違っていませんでした。両親は全然楽しくなかったんです。現実を受け止めた後で多くのことが変わりましたが、私は見えていませんでした。多分考えないようにすれば変化は起こらないと思っていました。しかし変化を避けることはできませんでした。結局親と父は離婚しましたと、父はいきなり他の町で引っ越しました。私は1週間おき週末に父を訪ねるようになりました。大変なところですが、私の心はゆっくり治りでしました。母と兄がいたら、寂しくはありませんでした。大変だったけれども、私は兄とお兄さんに心は動かされました。例えば母は私たちを養うために仕事を頑張っているから、私も頑張っているとか、お兄ちゃんはこのことに関わっていたけど頑張っていると考えました。今まで通りの生活を続けました。でも今私は21歳です。それからその大変な時から何年も経ちました。今となっては過去のことかもしれませんが、振り返ると悪い影響があったことについて気づいていました。例えば分離不安を感じることが多くあります。一人でいることが大嫌い、本当に大嫌いだと思います。毎日母と彼氏と話せなければダメです。他の人にすがることが多いです。でも心配しないでください。私は私の場合は健全だと思います。そして私は幸せな気持ちです。でも片親の家族で育った人々は誰かこのような苦労を知っているし、心が通じると思います。私は幸せに感じるようになったけれど、他の子供たちは親の離婚に見舞われたら心に傷に負って、ずっと分離不安や依存に苦しむかもしれません。そういう場合は普段の生活で助けになってくれる人々がいれば本当に幸せになれます。ご清聴ありがとうございました。